ベスパ 150TAP は1950年代にフランスで開発されたスクーターに無反動砲を搭載した速定戦闘車両である。ベスパ 150TAP はイタリアピアチオ製のスクーターであるベスパ150に米国製の M2075mm 無反動砲を装着した一種の自走砲で空艇部隊で使用する速定戦闘車両として製造された。 名称の TAP は、フランス語で空艇を表す FR、トゥループエアロポーティーの頭文字をつなげた語である。その形態から、バスカ・ベスパとも呼ばれた。1956年に最初に製造され、1959年にはバージョンアップ型となった。製造は当時フランスで、ベスパのライセンス生産を行っていた、アトリエズ・デコンストラクション・デ・モートサイクルズ・イオートモバイルズ、 あくまで行われた。構造としては、ベスパの車体フレームを強化し、7 5ト、mm、ル無反動砲を座席部分から前方の風よけ部分にかけて装着したもので、風よけ板は一部切り欠かれている。座席の下部分に砲弾装填部が一致し、座席左右に予備弾薬が搭載可能である。7 5ト、mm、ル無反動砲は軽量でありながら、 成形作薬弾を使用すると 100mm 程度の装甲貫通力を持っていた。ベスパ 150TAP は2名の空挺兵と共に2台1組で空中投下され、1台のベスパに無反動砲を装着し、もう1台に弾薬を搭載して運用する方法が取られた。また、ベスパに搭載したままの状態では砲の照準を合わせることが難しいため、 無反動法用の三脚をベスパに一緒に搭載して置き、法を三脚に乗せ世界で使用することも可能であった。構造としては、法をベスパに搭載したまま発射することも可能である。ベスパ 150TAP は非常に低コストの兵器として約500両が製造された。現存する車両がフランスのソミュール戦車博物館に展示されている。には、 ベスパ 150TAP に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。